ナトリ、それは流派の技術を治め、流派の名前を名乗ることが許されるもの。獅子道は津軽三味線最大の流派小山流に属しており、ナトリ試験に見事合格すれば小山を名乗ることができる。こんにちは、小山光山です。本日はナトリ試験に挑戦する生徒さんをご紹介します。ナトリは武道でいう有段者、黒帯のようなもので、ある程度の技術を持っていることを証明するためのものです。ナトリを取得すると流派の格調の高い名前を名乗ることができ、流派の一員として活動ができます。私が師範を取ったのは2007年。ナトリの名に恥じぬよう研鑽を積む目的もあり、練習に励みました。試験を受けた時は小山流の家元総師範三代目が並び、私が三味線で歌の伴奏をして、とても緊張感がありました。生徒さんはどうでしょうか。早速名取試験を受ける気持ちを聞いてみましょう。はい、先生の下で四谷の方に週2回教室を持たせていただくことになったので、生徒さんに自信を持って教えられるようにと思って名取を志しました。名取試験への意気込みを教えてください。はい、今では試験の課題曲も何回弾いても必ず間違える箇所があるんですけれども、試験の時には完璧に弾けるようにして頑張ります。今後はどんな活動をしていきたいですか。今後はボランティア活動を中心に、たくさんの人に楽しんでもらえるような演奏ができる演奏家になりたいと思っています。はい、ありがとうございました。リンゴ節お願いします。ということでですね、名取試験のラストスパートということで、リンゴ節、4回ぐらいいきますよね。はい、お願いします。はい、ノリでいきましょう、ノリで。はい、下げる下げる。だいぶ間違えました。なんか作曲してました、私。間違えました。うん、いいでしょう、うん、いいですね。もう一回行ってみましょう。もう一回行きます。ちょっと待ってください。歌い手さんはまあ別にいなくてもいいらしいね。いなくてもいい、うん、うん、だからその方がやりやすければ歌い手さんなしで行く。私、どっちがいいんでしょうね、うん、いた方がごまかせるか。いや、いない方がごまかせると思いますよね。あ、そっかそっか、うん、止まっても別にそのままずれたのか分かんないけど、まあ、ここの救いですね。そうですよ、ね、ここで救いでは間違いない。こんだけ丸つけたのに。歌い手さんがいなくても太鼓はいる。太鼓もいないと思うんですよ。もう全然私だけでやると思いますか。うん、思いますよね。はい、もうごめんなさい、うん、分かんなくなりました。散々やってるんですよね、今生徒さんが。今度は一緒に聞いてみましょうね。はい、はい、大丈夫ですね。じゃあもう一回一人でやってみましょう。はい、3の指ですね。なんで練習の時はできるのに。一世時代のピンチ、果たして大丈夫なのか。大ピンチです。いいですね、ネタがいっぱいできて。いや、そのためにわざと間違えてくれてんじゃないですか。もちろんですよ。あえてです、あえて。いや違う、単に私の腕です。あ、じゃあ、くそ、でもね、リンゴ節良かったですね。リンゴ節に力を入れすぎたんですよ、私ね。この前あの全然弾けてなかったので、やばいと思って力を入れすぎて9節が抜けたんですね。なるほど。じゃあ、ジョンバル節の9節、もう一回行ってみましょう。まあ、何回か一緒に行ってみましょう、これね、じゃあね、はい。何回か一緒に行ってみましょう。一緒に弾けばできますからね、余裕でね。確かに、何個か、何
か間違えて後でついてきてる感じですね、はい、そうですね、そんな感じですね。まだ時間大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、はい、あ、すがりちゃん目線公式サイトグッズを、これですね、これをちょっと、はい、欲しいっていう人いましたね。ネットでお店を開くのが、あ、そういう感じかですね、はい、いっすってやってます先生、試験の時に完全に止まっちゃって、すいません、もう一回やらせてくださいってありですか？そうですね、全然ありってことですね。何回まで許されますか？何回でもいいんじゃないですか？本当ですか？とりあえずはでもなんか止まらないで、はい、止まらないでいくって、ね、フレーズを間違えるというよりはもう 歌なしでいいと思うんで、ね、はい、でも2週間あるからいけると思うんですけどね。てか、なんで今までできてたものができなくなっちゃったのか今すごい不思議なんですけど、でもこうやり直していいんだという心の余裕があれば、そうそう、やり直していいんですよ、ね、もう一回行きますみたいな、はい、もう一回失礼しますとか。リンゴ節は止めてくれるまでずっと弾くんですよ。まあそういう方、まあなんか当日指示があると思いますけど、基本はまあ8に2回ぐらいでもう限界と思って止めちゃダメですか？まあだから基本は本来は向こうは止めてくれる、はい、先生が止めてくれるんですよね。5回も6回も弾いてからやっと止めるとかじゃなくて、もうちょっと早い段階で止めてもらえまあ、そう大体分かりますからね、1回2回で、ね、はい、1回2回で分かりますからね。分かります、はい、そう、その辺でまあ止めると思います、はい、そうになってます。なかなか止めないなと100回ぐらい弾かせるから分かりますよ、その時はですね、今の段階だと、楽譜をもう一回見直してひたすら弾くというの、はい、今何を間違えましたかね、言ってました、あ、本当ですか、うん、あ、ここ忘れました、うん、はい、そうですね、1年指で行くからそれとごっちゃになってましたね、ごっちゃになってましたね、うん、で、あとは何か見たのがお仕事になってますね、もう一回言ってますか、はい、とりあえず弾きます、はい、はい、とりあえず今もう一回弾きます。そうですね。時間大丈夫ですか？全然大丈夫ですか？行きましょうね。大丈夫じゃないですか？はい。間違いはしなかったですけど、ツボがすごいずれてます。ツボはずれてすごいずれてます。ツボはずれても大丈夫です。大丈夫ですか？ツボはずれても大丈夫です。曲じゃ、なんか急節じゃなくなってました。いや、バチを切らさないことが大事なんですよね。リズムを切らさないことが大事なんです。歌いには。でもリズムもバラバラでしたよね。いや、そんなことないです。そうですか、自信持っていきましょう。とりあえず止まらなければ大丈夫、はい、止まらない、もう一回いきましょうね、はい。じゃあ名取試験の追い込みということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ここが押し鉢になっちゃってね、こう4404が2回のところが、はい、こっちと間違ってこっちが押し鉢になってですね。ああ、そこだけでした。そこだけです、そこだけですよ、完璧そこだろ。リンゴ節、あ、弾いてますかね。リンゴ節、いいですね。どうですか、リンゴ節の方は。リンゴ節だいぶ作曲しちゃいましたけど、とりあえずこれも最後まで弾けてよかったと思います。はい、キューブ節もう一回いってみましょう、ね、もう一回ですか、はい、うん、完璧じゃないですか、 OK です。2回目のこっちの方ですね。こことここ。あ、そっちは大丈夫でした。大丈夫でした。うん、あ、でも一応なんかやりかねないので。はい、それでは本日名取試験を迎えた、どうですか、意気込みの方は。はい、日にちが近づいてきて毎日練習していたんですけれども、練習すればするほど下手になっていくような気がして、しかも先日ピンクカウでライブの途中に演奏を止めて全世界に向けて恥をかいたことがフラッシュバックしてしまって受かる気がしません。まあね、書いた恥の分だけ上手くなるということで、それではジョン・ガルブ氏の急ぐしよろしくお願いします。はい、
1曲の課題曲、はい、リンゴ節の方をよろしくお願いします。はい、間違いなしということでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本日名取試験でしたがいかがでしたでしょうか。はい、予想外に豊さんが同席してくださったり家元が歌ってくださったりしてとても緊張して手が震えましたが、なんとか無事に終わることができました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、今日弾いていただきますのは、小山三音さんに津軽三味線小山流の、まあ、ソウルソングと言ってもいい、津軽三味線小山三つ民謡集というですね、楽譜集、ね、それと私の出している津軽三味線オールインワン、そして煮上がり編というね3冊の本に 第1曲目に入っているという小山流のソウルソングみたいなものでございます。小山流の津軽ジョンカラ節旧節、よろしくお願いいたします。
新宿塚田先生琴教室四谷校開校しました。三王先生という優しい先生がね教えていますんで、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。日本文化の魅力をお伝え普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。